今日就航したのは台湾の桃園空港に拠点を置くスターラックス航空です。午後1時過ぎに台北からの第1便が福岡空港に到着しましたが、新型コロナの感染拡大の影響で乗客はわずか3人、その後台北に向けて福岡を出発した便は6人にとどまりました。スターラックス航空では貨物の輸送に高い需要を見込んでいるほか、入国制限の緩和などで今後乗客数の回復も期待できるとしています。